手に投げ藤井君の記録は 51m76。 続いて岩見の岡村君。Thank you.
福井は男子 200m 競歩の予選第1組の結果です。1着が成功の昨夜ものなら21秒64、坂村選手の関勝利を21秒74、佐藤福島の勝利を21秒85、到着は最高に高校を21秒95、
走り幅跳びは白砂さん5m37.663点です。西口くん記録は 58m11。 続いて藤枝大生大石くん男子 200m 競走の予選は第3組です。8名でスタートです。本岩マン
つくはなかみと3番線第2組です。1着先頭と小森学園21秒41、2着今の松井と小僧21秒43、3着今の東京高校21秒57、4着グラフ重心21秒83、2台の 1.1 メートルのご覧の通りです。
続いては水量の草くん。南さん走ってたよ。南さん。
宮城さんが走ってたよ、宮城さん。宮城さんどこで石垣さん足取ったり。ダメですね、なんかちょっと悪かった。飛び、飛びは今行けますか。やり投げは続いて玉のコーナー、渡辺くん。そう、調子悪かったじゃん。ゴールシーンだ。そう、ゴールシーンに次へ。大神さんが前にゴールしたのが見えたから、もしかしたら速かったかなとか思う。その組じゃなくてその次の組が入ったから、沢田さんの組が入ってる。沢田さんがプラスやった多分優勝鴨上さん。男子やり投げ3投目が終了しました。このラストみたいな62メートルで予選を通過したのは5名です。だってラスト1周の300まで10位よ。男子やり投げ第1組競技終了です。これちゃんと測った。21秒71。でも言ってしてたから、だからもっと変わらないと思う。
静香さん日本ゴールできるやばい、でも氷さんも大会1位で優勝してる。氷さんは、ユウトの差がやばい。男子 200m でもあのほらもう一人日本記録斜めでスタートです。そう、聖光学院のさっさっちの中で幸せの中で雪長く大岩マエラジー200m競技予選最終組第8組です。
ハンマーの団体じゃないけど、そっちの幅があったら多分向こうは悪いちゃうかな。はい、オンヤマー。あー、わかりました。あ、全然大丈夫です。休憩行ってくださいって言って、はい、僕です。はい、今行ってきたんです。今行ってきたんですか。はい、ちょっと帰ってきて、ちょっとお知り合いがある。はい、今日は3勝から始まり、3戦5戦あり、逆決勝5戦10勝せなかなか5000人いるやつだね。こいつ見ないんですよ。何もさて好きなの言ってない。5000人誰が何のタレです。あ、団体でしょ。いや、リアルそれ金の無駄やろ。ヨンケちゃんも入る。いや、マジで帰りたいな。5000人やりにくくて800人でしょ。これらみんなから団体だって何時間に帰るか。I'm going to go to the next one.